はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。はい、それではですね、大学生活にちょっと聞いていきたいと思うんですけど、大学生活実際楽しいですか？楽しいんですけど、はいはい、ちょっと人見知りなん、人見知りでちょっと喋るのが苦手っていうのがありまして、あまり友達ができてなくて。じゃあここからちょっと楽しくなるように頑張ります。ここから、はい、頑張ります。はい。でも結構今でもアルバイト結構頑張ってる。アルバイトの方が楽しいです。はい。竹田塾の先生と竹田塾の講師と居酒屋のバイトをやらせていただいて、どっちもやっぱ対人系なんで、でも会話スキルが上がるというか、それを目的に、はい、選びそれで慣れていって、はい、大学の友達をちょっと作れるように頑張っていこうみたいな、はい、頑張ります、はいはい、ぜひぜひそれで、竹田塾も、ね、役立ってくれればと思いますけれども、はい、じゃあそんな、まあ、先生もやってる、野口先生ですけれども、まあね、同じようにこれこそ逆転合格を狙ってる受験生なんかもぜひなんかどういうことを意識して勉強したかなとかっていう、まあ、心構え的なアドバイス欲しいと思ってると思うんで、ぜひ何かあれば一言メッセージをよろしくお願いします。はい、自分めちゃめちゃバカで、部活をめちゃめちゃしてたんですけど、はい、バカでもちょっと最後まで頑張ったら目標は達成できるって思ったんで、はい、頑張って受かろうっていう気持ちを大切にして頑張ってほしいと思います。ですね、はい。実際受かった時どうだったの？合格発表で。あ、めちゃめちゃほんまに嬉しかった。はい、ちょっと母親も、うん、父親もちょっと泣きかけやって、はい、それ見て自分もちょっと泣きそうなんです。ほんまに嬉しかったです。そういう体験できるってやっぱ人生の貴重ですよね。はい、めちゃめちゃ嬉しかった。ぜひ見てる、ね、同じように志望校を、ね、狙って逆転国狙ってる人たちも、ね、親が感動して泣きそうになるぐらいの、ね、結果を出せるというのは本当に素晴らしいと思いますので、はい、ぜひ、先生に続いてもらえればと思います。というわけで以上、小口先生のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。